明日あと一つ。このね、あと一歩っていうのどれだけ程遠かったか俺はもう身をもって分かってるから、今こんな不安な世の中、俺もねプロレスずっと新日本でやってきて、ずっとずっと不安なこともあったし、今特にすごいすごい不安だよ。でもね、俺はね、明日あなた方にですね夢を見せたいと思っております。あなた方に夢を見せたい。明日の試合後、俺はこの言葉を叫びたいと思います。物事が変わるのはいっちゃんだ。おつよ、よくやったよ、今日のとこは褒めてやるよ、やっぱりあんだけの選手の中でね、やっぱりあれぐらいできれば、いいんじゃないかなって。負けはしましたけど、これをね、いい経験だと思ってるし、これからもまだまだ、伸びしろあるしね、今日なんかも最高やったし、あれでね、返して、もう一回、もう一ひねり、最後追い込むのが良かったんですよ。まあ、6人タッグはね、ネバーの6人タッグは終わったかもしれんけど、このままあいつもチャンスなんか掴んで、やらせたいと思ってますよ。昨日の今日ですぐ結果が欲しかったけど大丈夫。昨日という日はしっかり俺の胸に刻んだから。ただ、それは僕もですよ。畑野じゃないですか。おい、僕は神になると誓ったので、まだまだ足りないところはたくさんあるかもしれない。でもどんどん吸収しますよ。もうほぼ吸収しきってますけど。大丈夫、棚橋は奥が深いから、その奥の深さ、このシリーズよし、いや今年中に確実に決めますから、終わりますから、で、まだまだ奥のタッグが残ってるんで、気持ち切り替えてな。神声が生まれ、神になった、神声、神なり、あと一個考えた、いぶしが俺を投げる、神投げ、神投げ、神投げ、一つできました。リンゴ上で言った通り、明日同じケイオス対決だけども、カズも矢野さんもショウも絶対手抜かないでくると思うから、明日あと一発、必ず勝ちを明日こそ収めて、後藤さんと石井さん3人でベルト巻きたいと思います。